ルモ呼びです。今回はですね、新型のランドクルーザー250の方を見てください。で、こちらの車のグレードなんですけど、中間グレードの VX のガソリン車ということになっております。はい、で、まずね、全体的にね、非常に角張ったデザインでランドクルーザーのブランドにふさわしい堂々としたスタイリングになってるなと思います。で、フロント周りですね、グリルのところに大きくトヨタの文字論が入っておりまして、でライトなんですけど、中間グレードになりますとリフレクターの、ね、LED ヘッドライトが採用されるようです。で、この上に ZX が設置されているんですけど、その ZX になりますとプロジェクター式の、ね、LED ヘッドライトが採用されるということになるようです。で、フォグランプも LED のものが、ね、採用されているようです。で、サイドから見ますとこのような感じになっております。車両下側、樹脂パーツが、ね、採用されておりまして、タフな印象になっております。そしてルーフレールも標準装備になっているようです。さらにドアミラーターンナップも LED のものが、採用されているようです。ドアミラーの、ね、角張ったデザインが採用されているようです。そしてタイヤホイールなんですけど、この VX グレードですと18インチのものが対応されておりまして、タイヤサイズ 265-65R18 のサイズとなりまして、標準でダンロップグランドレックの AG タイヤが装着されるということになっております。で、やはり乗り降りしやすいように、ね、サイズステップの大型のものが採用されているようです。で、前後とも同じサイズとなっております。そしてリアビューはこのような感じになっております。リアもフル LED の、ね、ライト周りということになっております。そしてリアバンパーも、ね、頑丈なものが、ね、採用されるようです。じゃあ車内も、ね、見ていきたいと思います。まずドア開けまして、フロントシート周りがこのようなデザインということになっております。レザーの、ね、シートが、採用されておりまして、センター部分、パンチングがされているということで、シートヒーターとかシートベンチレーションも採用されるものと思われます。はい、まあ、通気性もいい、感じになっておりますね。乗り込んでみます。乗り込みまして、インパネがこのような感じになっております。水平基調の、ね、デザインとなっておりますし、ボンネットの方も映像では反射して、見づらいと思うんですけど見えるということで、車両間隔も一応つかみやすいように設計されております。で、パノラミックモニターも、ね、採用されるということですので、誰でも運転がしやすいように設計されております。で、メーターもですね、フル液晶のメーターが採用されますし、先端には大型の、ね、ディスプレイが採用されるということで、車両の状況とかナビなどの各種情報も見やすいようになっております。そして下の方行きまして、左右独立のフルオートエアコンが、ね、採用されております。で、ナノ EX にも、ね、対応しているということで、車内の空気も清潔に保ちますし、お肌にも優しいという感じになっているようです。で、その下、オーディオのコントロールやパノラミックビューの、ね、コントロールスイッチがありまして、さらにその下には USB の充電ソケットが、 Type-C の充電ソケットと通信用のソケットが配置されて、 HDMI の、ね、入力端子などもまとめてレイアウトされているということになります。そしてガソリン車ですと、ランドクルーザーの、ね、ロゴ入りの蓋で隠されているんですけど、ディーゼル車になりますとここら辺でも走行モード関係のコントロールができるようになっているようです。で、シフトがですね、ストレート式のものとなっておりまして、シーケンシャルシストマチック付きのタイプということになっております。で、さらに電動パーキングブレーキとオートホールドも採用されて、その後ろに横滑りポーチのスイッチやデフロックのスイッチがレイアウトされるという感じになります。で、トリンクホルダーのね、その隣に使いやすい位置に配置されるという感じになります。で、その後ろに大型のコンソールがあるんですけど、このモデルではポレや冷蔵庫関係のね、機能はないんですけど、深さもあって扱いやすいように設計されております。そして、上の方行きまして、こちらのモデルはサンルーフ付きということで、そのコントロールスイッチや SOS コールにも対応しているということになるようです。で、タッチ操作式のね、ルームランプも左右に配置されるということになります。で、こちらも LED となります。そしてその隣行きまして、バニティミラーの LED ランプもね、採用されるということで、身だしなみも、しっかりと整えることができるように設計されております。
鉄。ステアリング周り、このような感じになります。右側エンダス関係と左側オーディオのコントロール関係がねレイアウトされるということになります。で、フロアトリムにはソフトパッドも採用されるということでかなり演出感も高い仕様になっております。はい、じゃあ後部座席もね見ていきたいと思います。そして、この車では ETC2.0 のね車載機も標準で採用されているようです。その他はコントロールパネルこのような感じになっております。そして後部座席がですねこちら3人掛けの大型のシートということになっております。まあ、こちらもレザーシートでパンチング加工が、ねされているということになっております。そしてですね乗り込みましてこちらもですねセンターコンソール後ろ後部座席用のエアコンのコントロールスイッチが独立で配置されております。でその下 USB のねこちらも Type-C の充電用のソケットが2口配置されております。さらに中央部 12V 電源もね採用されるということになります。でコンソール上の方行きましてランドクルーザーのねロング入りのシルバープレートが配置されております。そして座席中央なんですけどアームレスト付きのドリンクホルダーもね一体になったものが採用されております。で高さもですね、ちょうどいい位置で誰でも快適にロングドライブを楽しめるという感じになっているようです。で、足元空間もねかなり広い感じでやはり誰でもゆったり座れる空間になったなと思います。じゃあ、最後ラケット見ていきたいと思います。現在格納されているんですけどその状態で、かなり広大な荷室空間が、確保されております。で、3列目展開した状態でも快適なスペースが確保されているものと思われます。で奥に見ますと3列目用のねこちらも Type-C の充電ソケットがね両側に、配置されておりますしドリンクホルダーと、小物エリアもね採用されるということになっております。でラゲッジ、カーペット式のね肌触りのいい感じのものが採用されております。で荷物の固定用のフックも4箇所、配置されております。でよく見ますとねラゲッジ用のリジエレートが、配置されるということになっております。でラゲッジ中央部を見ますと LED のねルームラップが採用されるということになっております。そしてですね後部座席用の12V 電源も配置されるという感じになっております。ということで新型ランドクルーザー250でした。